下畑一丁目よりリュウです。チャヒです。はい、ということで本日もここパンツショップアベニューよりお送りします。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、はい、本日カメラマンがチャヒーということで、そうですね、今ねチャヒー君こんな感じになってますね、はい、はい、まあ普通です、いつもなんちゅうの、このこんなボーダー初めて見ましたね薄いボーダー、はい、薄いボーダーを着てますけど、はい、はい、まあじゃあちょっと、はい、はい、ということで、ね、今回は、はい、なんと、はい、この BB チャンネル、はい、晴れて、はい、9000人を迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、はい、9000ですよ、9000、はい、はい、もうねデニムキングももう、はい、めちゃめちゃプレゼント用意してますんで、はい、もうね早速いっちゃいますか、チャンヒ君。はい、いっちゃいましょう。チャンヒ君からもあるんだよね。はい、まあ僕からもあるんでね、はい、期待しててください。あれ、もしかして新米ですか、はい、新米はまだ最近田植えしたばっかしなんでまだ 3,4 ヶ月待ってください。あ、そういうことか。また違うのを用意してあります。そうそうそう、あ、はい、ゴールデンウィーク田植えってことは、はい、え、お米ってどんくらいでできるんですか。だいたい 3,4、9月ぐらいですかね。あ、9月の中頃、はい、だいたい 4,5 ヶ月でできると、はい、あ、じゃあ今は新米っていうのはほぼないってこと、世の中に。今はないですね、チャンヒ周りには、はい、ないですね。もう9枚でいいんすか。9枚っつうか、小枚っつうか。あ、小枚っつうんだ、はい、小枚なんだ、はい、はい、あ、じゃあ新米ができないと新米のプレゼントはできないということ。そうですね、はい、っ違ったプレゼントがあるみたいなんで、はい、じゃあデニムキングと俺とチャンヒー君からプレゼントありますんで、はい、あ、あともう一個忘れちゃいけない、はい、ビッグジョンからもスペシャルなプレゼントがありましたね。はい、はい、それなんで最後までお付き合いくださいってことでいっちゃいましょう。レッツゴー。はい、ということでデニムキングの大野さんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで大野さん、ついについにね、9000人ということで、おめでとうございます。本当に本当大野さんおめでとうございます。すごいよね、はい、いや、うん、9000ってすごい莫大な数ですよ。いやいやいや、ほんと、うん、今あれですね、まあ、9000迎えて、これゴールデンウィークも終わりましたけど、はい、最近はどうでした大野さん、このまあ、ゴールデンウィークは楽しかったですか、ね、今年は、はい、ちょっと去年あたりも、はい、まあまあ上向いてきたけど、今年はやっぱり BB さんらのおかげで、いやいやいや、いや、はい、本当にすごいあれですわ、あの、あ、売り上げの伸びが、売り上げの伸び、もう本当に遠くからも、ね、来ていただきましたし、本当に感謝です、ね、ありがとうございます、ね、こちらこそありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、ということで9000人のちょっとプレゼントも用意してくれてるんですよ ね、頑張っちゃいましょう。頑張っちゃいますか、はい、まあ、ビッグジョンの賞があることだけは僕はもう分かってますから。ああ、そうですね、はい、はい、まあ、じゃあビッグジョンの賞はもうね、ビッグジョンってことだけあって B 賞ってことにしましたから、はい、それなんでまず A 賞から、はい、ちょっとアベニューの A 賞をちょっと小野さんお願いします。お願いします。それじゃちょっとチャチだけど、なんすかチャチって、チャチだけど、チャチ、はい、ね、おこれなんすか、これ、これ昔のゲスの、まあ、なんか雨ですか、雨玉、ドロップ、ゲスドロップだったんですかこれ、あの、名前がやばいっすね、ゲスドロップ、最近ね、はい、またゲスが人気があるということで、はい、思い出して、こういうふうキーホルダーこれやばいな、これ結構重さがあって、本当だ、悪くはないよね。え、これこれってなんかの販売してたやつですか、それともプレゼント系、販売してましたね、販売してたやつ、販売してたね、それの、いや値段書いてありますよ、これそうですか、6500円、これ税抜きでしょ、多分、あ、その頃のあれだからね、ですよね、6500円、うん、6500円、うん、なんか小野さんが出してくるこういうキーリングっつうのは高いっすね、この間のゾウさんのやつも2万円してましたもんね、うん、いや、これだからあれですね、僕が高校生ぐらいの時に、うん、ゲスってめちゃくちゃ流行ったんですよ、うん、もうまあなんかゲスのジーンズのことみんなゲスパンって言ってたぐらい、はい、もうなんかゲスパン、うん、ゲスパンっつって、そんでだからその当時ぐらいですよね、下手するとその当時のですよ、どうも20年以上前になる、20年以上になっちゃいますよ、そうすると、はい、だその当時だったらもしかしたらみんなこのゲスパンにハマってたから、うん、このゲスのこれも絶対に好きな人っつか
いますよね。いるかもしれないね。で、まあ、私らもそれ、はい、使ってはいなかったんでね、まあ、はい、そっくりそのままあったんで、ああ今回そういうプレゼントにしちゃえということで。いや、うん、ゲス、希望者がいないと困るんだけど、でもゲス USA ってこれ書いてあるんですよ、ゲスってアメリカだったんですね。ですね、ブランドはね。いや僕らも全然何も知らないでゲスゲスって言ってたんで、でもあんだけ流行ってると僕らが履いてたゲスはもしかしたらどっか変なところのゲスだったかもしれないですね、あんだけ出てると。ちゃんと全部 USA だったんですかね当時。いや全部とは限らないでしょう。なんかちょっと、あの子はね、安く売ってる、かなり安いのあったからね。そうありましたもんね、これは USA ってことで、一応本物のはずです。本物で、これ表紙すげえいいっすね。これいいですね、これね、すごい美人さんが写ってますね、これね。ちょっと、まあ、まあでもドロップじゃなくてよかったっすね。ドロなんか佐久間ドロップとか音とかもなんか雨が降ってんかな、なんとなくね、はい、じゃあこれ A 賞、はい、これかなりマニアックな商品なんじゃないですか、これかもしれないね、いや今の時代なさそうな、まあじゃあ、まあでもこれじゃゲスの今しかも流行ってきてるなんて情報がちょっとあるんですね、あ、よかったよかったと思って、若い子また来たんですね、これ誰も見向きもしないって言ってない困るけど、ゲスブームが、はい、わかりました。じゃあこれが A 賞で、はい、A 賞ゲスのキーリングでいいんですか、これ。そうですね、言い方、はい、はい、A 賞、 A 賞、はい、はい、これが A 賞です。そして B 賞はじゃ一応ね、はい、この間出しましたが、はい、前回というか前にねちょっとお話はしましたけど、これは何でしょう、これはあのビッグジョンの社長さんからのそうですよ、ね、プレゼントらしいですよ、あの社長ですもんね、だってこれ、こんなのないからね、こんなすごいっすよね、これうちらが、はい、そうですね、こっちはあってもね、ここまでですよね、そうですね、これは普通に売ってるんですけど、そうですね、こっちですよね、そうですね、うん、特別に多分日本で一つしかないはずです。サンプルに作ったって言ってましたから、でそれがなんでアベニューにあるのかってことですよね。いやいや、アベニューにというよりもね、はい、アベニューじゃないですか、アベニューにというよりも、はい、この YouTube BB さんだとか、はい、まあそのビッグジョーの名前も出してもらってる、いろいろ宣伝してもらってるっていうことで、いやいや、嬉しくてプレゼントしてくれたんじゃないですか、抽選に1回で出してくれと、クイズ専任会の商品に使ってくれる、目玉になっちゃってますよ、いやいやいや、ほんとすごいね、ゲスの次に出てきたのが強いっすね、相手がちょっとゲスが弱かったな、いやいや、ゲスはゲスで、はい、ある意味激レアですけどこれほんとすごいよね、強すぎますよね、うん、はい、これでどう、そうだよね、これ1、2つになるもんね、こっちですから ね、 そうだよね、これだけでもなんか4000いくらとかしてましたよ、確かね、そうだね、こっち高そうっすよね、これね、真鍮で、いやこれがじゃあビッグジョン社長から、社長からでいいですか、これ。そうですね、社長から、社長から、社長からって言ってました、わかりました、じゃあ社長からのプレゼントということで、はい、これじゃあ B 賞です。そうですね。かなりの、はい、かなりのものですね。レアな、レアですね。だと思います。もう大切にちょっと届けてください。そうですね。はい、使わないように。はい、いやじゃあ、まあこれが B 賞。はい。はい。はい、ビッグジョン賞ということで。そして C 賞はじゃあ私。はい。最後 D 賞が大野さんってことで。はい、まあ大野さんこれともう一個ありますからね。うん、A 賞と D 賞が大野さんなんで。はい。私はやはりね、もう最初から、はい、まあ、ダルチザンはね、はい、ずっとやってきましたし、はい、まあ今ねまた節目、この前あのシュガーケーンのジーンズとかをプレゼントしたんで、はい、その前ね、はい、リゾルトとかだったんで、はい、ちょっとここは一発もう一回ダルチザンの、はい、ジーンズをプレゼントでちょっと出したいなということで、よくね、はい、あの大野さんとかと話してると、はい、なんか101の形にしてもらったとか、はい、なんかそういうねオリジナル、はい、なんか本当は103っぽいなんつうのね、はい、シルエットのやつを、はい、アベニューは101してもらったとかさ、そういうことが出てきてるんで、まあねちょっと
でもまあ101だけであれなんで、101と103と102、これ102っていうのはあれですね、新地幕がなかった、そうね、はい、ちょっと太い太めね、まあ、こんな方で一番太め、うん、そうですね、で101がストレートな、まあ、ちょっとこれ太めなんですか101って、本当に普通のストレートだったんですけど、だった、はい、最近のあれ傾向から言うと、はい、少しまあ101は太いかなという感じですかね、時代がちょっと細くなってますね、そうですね、じゃあこれここら辺がだから今のまあ今一番、まあ、若者っつうかまあその皆さんが好きな形なんですか、うん、これでよく出れますもんね、いろんな形の ね、はい、商品が、そうですね、やっぱこれ人気ある形らしいので、らしいっつうか、まあ、うちら103誰も履いてないんで分かんないですけど、うんうん、はい、一応これ全部上越してあるんで、はい、ちょっとパッチがね、ちょっと縮んだような感じになってますけど、確かに、そうですね、パッチがちょっと縮んでますね、はい、まあ最近はでも和菓子の商品を求める方がすごく多くなりましたね、はい、やっぱりどうせ自分で洗うんだというメーカーが洗ってくれた方がいいというような傾向があるんですかね、はい、かちょっとそうなの僕のこれファーストウォッシュでこれやっぱ乾燥機入れてグニャグニャになっちゃったみたいな、ああいう事故みたいなのもありますからねかもしれないけど、でもね、メーカーで洗ってもらってるのは間違いない、間違いないっていうことで、うん、それなんで、まあ、私からは、まあ、101か102か103で、まあ、アベニューにあるサイズですね。でも根本的には下から下どんぐらい、何サイズぐらいからあるんですか？大体29、あ、商品によっては 27、28ぐらいからかな。28、あ、うん、まあ107なんて細いのもあるけど、あの辺は28ぐらいからありますけどね、はい、商品によってはね930あたりからずっと、じゃあまあ平均の形、平均のデカさというか、40何とかじゃなければ、大体あります、あるので大体ありますというよりも、今ちょっとメーカーも定番商品が間に合わないんですよね。どういうこと？まあコロナの影響とかいろいろあるみたいです。定番が間に合わないですか？定番が間に合わないんですよ、だから大体うちあたり定番はサイズ切らすってことはなかったんですけど、はい、今ちょっとやっぱりね、だらしばっかりじゃないんですよ。あ、そうなんですか、まあ、ちょっと東洋さんなんかもそうだけどね、他のブランドもやっぱりちょっとものによっては何本かオーバーしても1本ぐらいずつしか来ないとか、はい、ちょっとなんかそんな今ちょっと品薄というかそんな傾向ですね。コロナの影響とかそういうことですか？いろいろあるんですね。マジっすか、じゃあ、まあ、なるべく間に合うように、まあ、ないサイズもあるかもしれないということで、はい、当たった人は私とメッセージやり取りで要相談ということで、ね、まあ、まあこのとりあえず103、101、102の、はい、どれかって、どれかで好きな形とサイズを教えてくださいということで、はい、ね、これが C 賞でございます、ね、はい、ということでラストD 賞は、ポンさん何でしょうか？ D 賞ね、はい、これはあれですね、さっきのはい、ゲスロッキーリングぐらいじゃどうすか、あまりにチャチだということで、ちょっと、はい、頑張りました。なんすかこれ、これはいやこれやばおお、すごいパッチ、うちとまあ、はい、誰にコラボでね、コラボというか、はい、コラボうちで、ダルジさんに、作ってもらったという、はい、21オンスの21オンス、いやなんか見た感じ武骨な感じしましたし、うん、まあ、そうです、それこそ乾燥機なんか入れても大変かもしれない、乾燥機入れちゃったらもうこれやばそうっすねうわ赤耳、うわもう21オンス見てるだけで傷が、ちょっともうね熱いよね、熱いですね、はい、ただこの商品に関しては、はい、さっきの101と102みたいなあると違って、はい、32インチがね、32だけなんですよ、32だけ、ですからめちゃくちゃ狭い、もう、まあ、でもノンウォッチですかこれ、ノンウォッチです、だからリジットのまま履けば33の人ぐらいもいけちゃうかもしれないですね、まあちょっとでかいですよね、うん、そうで、洗わなきゃ、あとはこのあまり生地が厚いというか、はい、しっかりしすぎて、はい、ボタンではちょっと大変だということで、あえてジッパーに作ってもらいました、ジッパーで作ったんですね、これボタンだと本当に大変ですよ、この生地でボタンだと、まあまあまあ、
僕もちょっとビッグジョーの23オンスであの経験してますからそうですね、本田さんにちょっと穴を軽く切られてすげえ逆につけやすくなっちゃってるいや、ということで、はい、これは相手ジッパーでお願いしてます。でチェーンステッチで裾上げもできると、はい、裾上げはね、はい、一応オンス高くても大変でもチェーンステッチやりますから、はい、もし長すぎる場合はね、長すぎる場合、はい、いやこれプレゼントに出しちゃうんですね、この、ちょっとこのコラボのね、そうですね、このパッチだけでもね、ちょっと可愛いですよ、ね、可愛いっていうかすごくないですか、ここに、このアベニューって出てるのが、うんうん、まあまあね、まあ、て今ね、消費税も入ったあれでこういう値段にねプライスになりますけど、18380、頑張ってプレゼントに、なもうごっつい商品が出てきましたね、はい、もうなんかもうすごい振り切ってます21オンスとゲスっつーね、もう確かにこのこれとこれの組み合わせがすごいっすよ、オンさんのプレゼントの。いやでもこれはもう白紙とはもうだから決めあのサイズが決まってますから32で、うん、これはいつも普通のジーンズとか32履いてる人なら大丈夫なんですかね。そうですね、はい、大丈夫な商品で、すごい合わなかったらば少し痩せるか太るかしてもらって、いやまあそうですね、あどっちかで自分で調整してもらってで履いて、あまだ大丈夫だと思ったら洗ってちゃんと、はい、あまあでも相変わらずあの触るたびすごい生地だなと思いますよ。はい、これ一回洗えば、これ今まだリジットの状態なんで、うん、洗えばもう少しは柔らかくなるんですか。いやこれ今すげえ硬いんですけど、まあ、もちろんあの洗えばね、はい、うん、あるでしょ、もしすれば最初、うん、どうしてもあれだったら2回ぐらい続けて洗ってもらったっていいよね、うん、そうするとうん、まさか、まあ、これ今の状態だとこれもうリジットでやっぱ21と、うん、まあまあ、うん、今まで普通のジーンズしか履いたことない人からすると未知の世界ですね、うん、これね、そうかもしれない、ちょっとだけ本当で普通はあのジッパーだと防縮加工した生地が多いんですけど、はい、うん、これは防縮加工はしてません、してないんです、うん、あまあちょっとね詰まりますよね、あ、うん、まあ縫うのも大変だよね、いやまあ、多分そうですね、ぬるも大変だと思いますよ、あのここ誰だろう社長が言ってたかな、ある程度ベテランっていうか上手な人じゃないと、はい、この生地はなかなか大変なんだって言ってましたね、音数が高いと、うんうん、下手な人だとうまくいかないという、まあそうですね、下手なっていうか慣れてないとね、まさかのコラボ商品をプレゼントということで、プレゼントしますね、はい、はい、そして今回はなんと、はい、ちょっとカメラをちょっと貸してください、はい、今回はなんと、はい、なんつうんですか、はい、これなんつうんですか、これをもし全部もし外れたとしても、はい、あれなんですよね、そうです、最後チャンヒー勲章、はい、新米ではないですよね、そうです、今回はまだちょっとまだ仕込んだばっかりなんでちょっと僕9枚とか言ってたんですけど小米っつうんですね、はい、すみません、はい、小米です、それで、はい、それで何が、1枚用意できないんですけど、あの例の例の、はい、なんすか CD100 枚を、ま、したね、はい、なんで100枚入れちゃうんすか、そうなんです、1枚の方が喜ばれるかもしれないのに、うん、やっぱみんなに知ってもらいたいっていうのもあるね、うん、やっぱり1人に100枚でしょ、だってこれそうっす、1人に100枚、いやもうその1人がね何の行動も起こさなかったらそうそう、もうほんともう、はい、まあでも、はい、そうだよね、まあ、まあちょっとそうっすね、来ましたね今回も100枚、はい、そうっす、ちょっと誰がゲット、もし外れてもってことですもんね、そうだからこれ、うん、もしそうこれ全部もう、はい、この D まで、そう D まで終わってから最後に、うん、ET ズ賞、ET ズ賞、チャンヒー賞が、ね、はい、はい、やるんで、ダブルチャンス的な、そうだから当たった人もダブルで当たる可能性もありますからね、はい、もうそうですね、だからぜひ応募の方、そうですね、はい、皆さんしてもらって、はい、はい、まあじゃあね、これあのあれですね、日にち的には、はい、まあ今まあ、日曜日、22日、はい、5月の22日の日曜日の、はい、夜12時、はいはい、月曜日になる瞬間です、はい、その時までにインスタの DM に、はい、まあ、ここに載せときますんで、はい、インスタの DM にあの何賞が欲しいというのをね、はい、しっかり
書いてご応募ください、はい、詳しいことは概要欄に書いておきますんで、はい、それを見て、はいはい、そしてこの YouTube のチャンネル登録、それと Instagram のフォローを押したしてもらってですね、はいはい、それで DM くださいということで、はい、大野さん大丈夫ですかね、それで、うん、ね、今回、はいはい、9000人ということで、はいはい、まあ、これからますます夏になりますが頑張っていきましょう。そうだね、はい、もうこれね、もうついにあの見てもらうところですけど、アロハシャツが全部出て、やっとスタジャンがなくなりましたねちょっと前までありましたからね、スタジャンがやっとなくなったんですよ、今日来て。それなんで、まあ、このアロハシャツ系も今年もちょっと大野さん、ぜひともよろしくお願いします。ね、はい、よろしくどうぞ。ということで、はい、今回9000人皆様ありがとうございました。 BB でした。そしてカメラマンチャンヒー、そしてデニムキングの大野さんでした。はい、まあ、これからもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。